もうすぐ4月。仕事や学校、結婚や出産などで生活環境が大きく変わり、新生活を迎える方もいらっしゃるのではないでしょうか。でもそんな時、どんな手続きをすればいいかよく分かりませんよね。そこで今回は、引っ越しや結婚、出産の場合に市役所で必要な手続きについてお伝えします。お待たせ。渡したいものがあるんだ。結婚しよう。はい、喜んで。結婚するときに必要な手続き、それは婚姻届を提出することです。婚姻届。婚姻届を提出するときは、当事者それぞれの印鑑、本人確認書類を持ってお手続きください。本人確認書類として利用できるものは、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書などです。また、福井市に本籍のない方は戸籍謄本が必要となりますので、本籍地の市区町村で交付を受けてください。なお、住所を移動される方は、婚姻届と合わせて転居や転入などの住民移動届をご提出ください。国民年金。婚姻により転入する場合は、印鑑、年金手帳、本人確認書類を持ってお手続きください。国民健康保険。住所、世帯主、氏名などが変更になった場合は、印鑑、保険証、本人確認書類を持ってお手続きください。婚姻届には証人2人の署名・捺印が必要です。また未成年の場合、ご両親の同意が必要です。ご両親の戸籍に入っている方は、ご夫婦2人で新しい戸籍を作ることになります。これお願い。はい。重いから気をつけて。うん。これで最後だよ。お疲れ様。引っ越しといっても、福井市内間や市内から他の市区町村、他の市区町村から市内と、そのケースは様々です。それぞれどんな手続きが必要なんでしょうか。まずは、福井市内で引っ越しをされたときに必要な手続きを見てみましょう。転居届。市内で引っ越したときには、引っ越し後14日以内に転居届の提出が必要です。運転免許証やパスポートなどの本人確認書類、印鑑を持ってお手続きください。なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は、合わせてお持ちください。国民健康保険。国民健康保険に加入されている方は、住所の書き換えが必要となります。印鑑、保険証、本人確認書類を持ってお手続きください。なお、すでに保険証をお持ちの世帯へ入り、世帯主が変わる場合には、その世帯の保険証も必要となります。この他にも、転居される方の状況により必要な手続きがあります。後期高齢者医療制度に加入されている方、子ども医療費受給者証をお持ちの方、児童手当を受けている方、市立の小中学校に在学している子どもがいる方、介護保険証をお持ちの方、身体障害者手帳をお持ちの方などです。転居届は、実際に新しい住所に住み始めてから行う手続きです。住民票の写しなど、新しい住所の証明書が必要な場合は、合わせてご請求ください。続いて、福井市から他の市区町村へ引っ越しされるときに必要な手続きを見てみましょう。
転出届。転出届を記入し、本人確認書類、印鑑を持ってお手続きください。また、住民基本台帳カードをお持ちの方は、合わせてお持ちください。他の市区町村に引っ越す場合には、転出証明書が必要になります。印鑑登録。転出日以降、福井市での印鑑登録は抹消されます。印鑑登録をしている方は、印鑑登録証を返納してください。国民健康保険。国民健康保険に加入している方は、保険証の返却が必要になります。印鑑を持ってお手続きください。また、世帯の一部の方だけが転出する場合でも、変更の手続きが必要です。後期高齢者医療制度。手続きには、印鑑、保険証、本人確認書類が必要です。子ども医療費助成制度。子ども医療費受給者証をお持ちの方は、受給資格喪失届の提出が必要です。受給者証、印鑑を持ってお手続きください。児童手当。児童手当を受けている方は、連絡票の交付を受けてください。引っ越し先での手続きで必要となります。この他にも、転出される方の状況により必要な手続きがあります。介護保険証をお持ちの方、身体障害者手帳をお持ちの方などです。新しい住所地に転入するには、お渡しする転出証明書が必要です。もし届け出をせずに引っ越しをしてしまった場合でも、郵送で転出の届出は可能です。詳しくは福井市のホームページをご覧になるか、または市民課までお問い合わせください。最後は、他の市区町村から福井市へ引っ越しされるときに必要な手続きを見てみましょう。転入届。他の市区町村から市内へ引っ越したときには、引っ越し後14日以内に転入届の提出が必要です。この時、転出証明書、本人確認書類、印鑑が必要となります。転出証明書は、全住所地で転出届を提出し、発行してもらってください。国民年金。手続きには、印鑑、年金手帳、本人確認書類が必要となります。国民健康保険。加入の手続きには、印鑑、本人確認書類が必要になります。すでに福井市の国民健康保険に加入している世帯に入り、世帯主が変わる場合には、その世帯の保険証が必要です。なお、70歳から74歳の方は負担区分等証明書が必要になります。後期高齢者医療制度。手続きには、印鑑、本人確認書類が必要です。なお、県外からの引っ越しの場合は、負担区分等証明書が必要になります。子ども医療費助成制度。手続きには、印鑑、健康保険証、普通預金通帳が必要です。児童手当。転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をしてください。手続きには、印鑑、請求者本人の健康保険証、請求者名義の普通預金通帳が必要です。また、連絡票をお持ちの方は、合わせてお持ちください。転校の手続き。転校の手続きには、引っ越しの前に在学していた学校が発行する在学証明書と、転学児童教科用図書給与証明書が必要となります。この他にも、転入される方の状況により必要な手続きがあります。介護保険に加入している方、妊娠中または1歳までの子どもがいる方、身体障害者手帳をお持ちの方などです。代理人が移動の届出を行う場合には、委任状、代理人の本人確認書類、印鑑の3点が必要です。詳しくは福井市のホームページをご覧になるか、
または市民課までお問い合わせください。なおこの移動届は各総合支所連絡所でも受け付けております。ただしサービスセンターでは受け付けておりませんのでご注意ください。よしよし、あ、パパの方見てるよ。パパでちゅよ。いないいない、ばあ。じゃあパパに抱っこしてもらおうか。はい。それでは子供が生まれた時に必要な手続きです。出生届。子供が生まれた時は生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。届出人の欄には子供のお父さんまたはお母さんの氏名を記入してください。手続きには病院でもらう出生証明書、出生届に押した印鑑、母子健康手帳が必要です。子ども医療費助成制度。手続きには印鑑、子どもの名前が記載された健康保険証、普通預金通帳が必要です。児童手当。児童手当を受けるためには認定請求書の提出が必要です。印鑑、請求者の普通預金通帳、健康保険証の写しを持ってお手続きください。国民健康保険。手続きには印鑑、本人確認書類が必要です。出生届は子どもの生まれたところ、本籍地、お父さんお母さんの住所のある市区町村役場に提出してください。出生届はお父さんお母さんのほかに代理の方でも提出できます。今回は引っ越し、結婚、出産に関する手続きをご紹介してきました。本当にたくさんの手続きがあって大変ですよね。そうですね。でもどのお手続きも新生活を始める上でとても大切なことなんです。もしわからないことがありましたら私たち職員が丁寧に説明いたしますのでお気軽にお問い合わせください。また週始めや年度末、年度始めは窓口が大変混み合います。お時間に余裕を持ってお越しください。